上、諏訪駅。上諏訪駅は、長野県諏訪市諏訪一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本中央本線の駅である。東京方面から来た場合、山岳地帯を走り終え、眼下に諏訪湖を眺められるようになると当駅に到着する。諏訪湖観光は元より、霧ヶ根高原、高島城の最寄り駅ともなっており、また、駅周辺には上、 諏訪温泉が湧き出し温泉宿が軒を連ねることから多くの観光客が訪れる。当駅の一番線ホームにも足湯があり、列車を眺めながら浸かることができる、後日。毎年夏には諏訪湖畔で諏訪湖最古城花火大会、全国新作花火競技大会が行われ、当日は臨時改札口も設けられ多くの人で混雑する。このように多くの観光の拠点となっていることから、 特急、あずさ、スーパーあずさ、臨時で延長される、開示、また、臨時特急、浜開示、東海旅客鉄道、JR 東海飯田線から直通する普通列車など、当駅を経由するすべての旅客列車が停車していたが、2019年3月16日のダイヤ改正より上下一本ずつの、あずさが通過する。中央本線。 中央東線の単線区間中にある、駅西口には2013年3月まで松本運行場諏訪宿が置かれており、中央本線の運転場の拠点となっている。標高は約761.9メートルで、諏訪湖畔にある岡谷駅、下諏訪駅、上諏訪駅の3駅中では最も低い。当駅の名前の由来は開業時の町名。 上諏訪町である。周辺の村と合併し、現在の諏訪市となったのは1941年、昭和16年8月10日と、かなり歴史の古い市であるが駅名は、当時の町名のままとな、いる。しかし、諏訪市唯一の駅として、また観光の拠点として機能している。古くは上、諏訪機関区が設置され、蒸気機関車の石炭、水等の補給が行われた。 駅舎に接して、単式ホーム一面一線、その奥に島式ホーム一面二線の合わせて二面三線を有する地上駅。駅舎は国道20号沿いにあり、常設唯一の改札口である東口、愛称、霧ヶ峰口改札を有する。西口、愛称、諏訪湖港に常設の改札口はない、近隣のイベント開催時のみ開設される。 西口と東口の連絡のため、国道20号の横断歩道橋を兼ねた自由通路が駅舎外に設置されている。エレベーターが設置されており、車椅子などでの利用も可能である。駅舎は1950年、昭和25年3月完成の2階建てで、数度の改修を経て使用されている。駅としての機能は1階部分に集まっている。また、改札口につながるホームを含め、各、 ホームともエレベーターが設置されている。改札口には自動改札機、スイカ利用化が設置されている。改札の外には緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、待合室が設置されている。緑の窓口上には上下の直近各3本の列車の案内などのための発車表が設置されている。コンコースの待合室脇にはコンビニエンスストア、 ニューデイズミニがある。以前は、それぞれ一番線ホームからも利用できたが、現在はどちらもホーム側からは利用できない。このほかホーム上には、飲料の自動販売機が設置されている。改札の中には、二つのホームを結ぶ、古線橋が二本があり、下諏訪寄りの古線橋にはエレベーターが、地の寄りの古線橋の一番線、側脇にはトイレが設置されている。喫煙所は、 篠の寄りの各ホーム端にある、当駅名物の足湯は一番線ホーム上の下諏訪寄りにある足湯についての詳細は後実。利用客の注意を促すため、列車接近表示器及び接近自動放送、発車ベルト発車放送が整備されているが、次に到着、発車する列車を案内するような旅客案内用の発車表や自動放送は整備されていかった。 2008年12月下旬頃に2.3番線ホームに、ある階段付近に発車票が設置され、2009年平成21年1月下旬より稼働している。なお、最大12両の特急列車が停車するため、ホームはいずれもこれに対応できるだけの長さを持っている。駅舎外には、東口に喫茶店、タリーズコーヒー場座店、駅舎内待合室などとつながっている。 旅行センター、ビュープラザ上諏訪が営業している。トイレは、東口は駅を出て、地の駅側、東西自由通路のエレベーター脇に設置されており、西口は自由通路階段を降りて直進した、突き当たりに設置されている。東口には多目的トイレも設置されている。3番線を利用し、特急列車と普通列車の間で、環球接続が取られる。かつては、 上諏訪機関区が置かれ、上機機関車の基地となっていたので、その名残で構内が広い。中央本線や飯田線から乗り入れる一部の普通列車、快速列車の始発、終着駅となっており、3本の側線が夜間大白などの車両留置に使われている。車両の入れ替えは、入れ替え用の線路上の関係で、地の駅方で6両、下諏訪駅方で4両までの編成に制限される。 地の駅方では踏切を横切るために、自動車、歩行者などの交通を遮断する必要があるが、下諏訪方では踏切を通らないため、交通に支障は出ない。駅舎、東口改札側を一番線として、以下の通りである。上、諏訪駅の一番線ホーム脇には上、諏訪温泉が敷かれている。かつてはこれを利用した、露天風呂形式の公衆浴場が設置されており、 マスコミにもたびたび取り上げられたが、2002年、平成14年に、これを足湯に改装され、脱衣の手間なく、気軽に利用できるようになったほか、一度に利用可能な人数が増加した。湯は、摂取50度前後の厚めで、足のみを温める足湯としては、一般的な湯加減である。利用後に足を拭くタオルなどは備え付けられていないので、利用者自身で用意する必要がある。 コンコースのニューデイズにはオリジナルのタオルが販売されている。また、後衣室が設置されている。長野県内では長野駅、松本駅、篠野井駅に次いで第4位の乗車人員で長野県内では比較的利用客が多い駅である。2011年度までは減少傾向だったが、2012年度以降は微増傾向である。朝夕は 市内の成功エプソン等の企業や、塩尻、松本方面の企業などへの通勤客、市内外の学校へ通学する学生等が、日中は特急列車と普通電車の環境接続が取られる。時間帯は乗り換え乗りがそれぞれある。休日の日中は、諏訪湖、霧ヶ峰、神諏訪温泉および周囲にある美術館、博物館を中心とした観光目的の利用が多いほか、 毎年8月15日の諏訪湖最古城花火大会及び9月第1週の国新作花火競技大会開催日はホームやコンコースが人で溢れかえり当駅では普段見ることのできない混雑となる近年の1日平均の乗車人員の推移は以下の通りである当駅は諏訪湖霧ヶ峰観光の拠点となっており霧ヶ峰高原や車山高原などへの路線バスが 運行されている。諏訪湖周辺の観光施設は、諏訪湖関越泉センターや三立ハットリ美術館などの最寄り駅となっており、バス、スワンバス、または徒歩による観光が可能である。なお、諏訪大社乗車、白樺湖、立品高原への観光は、隣の地の駅が比較的利便性が高い。周辺は上、諏訪温泉の有出地であり、近辺には、 温泉宿が多く立地するほか、駅構内の足湯といったユニークな施設もある。ただ、駅前にあったまる、密百貨店が閉店した。2006年、平成18年9月20日から、国土交通省長野国道事務所によって、国道20号の無電中華事業、2009年度が行われることに伴って、1956年、昭和31年から、建設が始まった。 JR 城諏訪前商店街、国道20号沿いのアーケードが撤去され、ファサイドの改修及び、歩道の拡張工事が始まった。レトロと癒しの街をコンセプトに、開放的で明るい商店街を目指しており、新たな駅前の街づくりへの期待が高まっている。国道20号を横切る踏切、第三公州街道踏切が、駅の北側にあり、慢性的な渋滞の原因となっている。 効果による連続立体交差事業の計画もあるが、この計画は事業化されていない。上、諏訪駅唯一の常設改札口を出ると、東口である。送迎車駐車場、タクシー乗り場、屋根付きのバス待合所及び停留所、観光案内所、交番、立体駐車場、立体駐輪場、自転車のみなどがある。線路と並行している国道を二十号を挟んで、 アークスは2019年2月21日開業予定がある。駅舎の付帯設備については構造を参照。路線バスのバス停は駅を出て右手国道20号の両脇にある。高速バスのバス停は国道20号を横断したところにある。前述の通り西口には常設改札口はないため通常はエレベーター付けの東西自由通路を利用して東口。 方面と行き来する。こちら側は、ロータリーになっており、トイレ、送迎車駐車場、タクシー乗り場、駐輪場、輪場屋根なし、屋根付きのバス待合所及び停留所がある。また、法務局が隣接している。観光地となっている、諏訪湖、徒歩約7分及びその周辺の美術館等、高島城、徒歩約10分、また千人風呂で有名な片倉館、徒歩約5分へ行くには、 こちら側からが便利である。また、駐輪場脇には、松本海浴場をすわしく、パークライド駐車場がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。